株式会社丸、千代山岡家は、北海道札幌市東区に本社を置く、ラーメンチェーン店、ラーメン山岡家を運営する企業。米田コーヒー店のフランチャイジーとして、店舗運営を行っており、2013年8月までは、札幌市内で、大阪王将のフランチャイズ展開も行っていた。FC 経営をしていた大阪王将手稲店2010年9月より、中華料理チェーンの、 大阪王将を運営するイートとエリアフランチャイズ契約を締結し、札幌市内で大阪王将を5店舗運営していたが、札幌発祥の餃子、カレーショップチェーン、三吉の屋、2011年12月に北海道に進出した中華料理チェーン、餃子の王将と共有し、2013年8月、エリアフランチャイズ契約から3年足らずで5店舗のうち2店舗を閉店。 残りの3店舗をイート二条とした。赤色の看板が目印、カウンターも赤色で統一されている。営業形態は24時間営業を基本としている。メニューの注文は自動券売機で食券を購入する方式を採用。水もセルフサービスである。夜号に家と付き、具材や盛り付けの構成等も近しいが、いわゆる家系ラーメンではない。 麺やスープをカスタマイズできる。好みに合わせて麺の硬さを硬め、普通、柔らかめから、油の量を多め、普通、少なめから、味の濃さを濃いめ、普通、少なめから選べる。一部の店舗では麺の硬さの割り方を選べる。醤油ラーメンに4日間ずんで煮出した豚骨ベースのスープ、麺はストレートの太麺。国チャーシュー、木、ほうれん草、 海苔が添えられている。基本的な麺類のメニューは、ラーメンと、つけ麺。開業当初は醤油味のみのラーメンの提供であったが、その後、塩、味噌、特製味噌、新味噌、プレミアム塩豚骨と、味のバリエーションが増えた。サイドメニューは、トッピング類のほか、ライス、特製餃子、チャーシュー丼3種、卵かけご飯、チャーハンがある。ありがとうございます。